ました。パーフェクト牧原。今回は、うん、90年代の巨人軍で一番歌が上手かったのは誰、はい、こちらでございます。この90年代とか、はい、まあ、80年代の頃からですね、はい、昔はレコードを出して、はい、選手がですよ、好きな歌選んで、はい、でレコーディングしてこういうので、はい、何ですかこういうのって、こういうここにマイクみたいなのがあんねん、こういうスタジオ行って、はい、で歌う僕らこうしてレコーディングしたことあります。僕は恋人も濡れる街角を歌いましたけど、はい、あのまあ売れないレコード屋探したら昔の巨人の選手いっぱいありますよ、うん、もう歌手活動というか、いやいや僕だけじゃなくていろんな選手、原さんが歌ったりとか、はい、長谷さんだとか、はい、もうみんなこう歌ってそれを出したんですよ。売れたか売れてないかは僕は分かりませんけどそういう時代がありまして、だからまあ当然そのオフになると、はい、歌の大会だとかそういうのもあったりして、我こそはって行くような人いっぱいいましたよ、まあ、一番に今皆さんも想像つくと思うのはこの人を最初に挙げないと俺も怒られると思う中畑さんだよね。あ、中畑さんはだってドアダマルだっけ、あの歌出してますもんね、レコード、うん。原さんもサムだっけな、原さんもレコード出してるし、皆さんもう上手でしたよ、ね、原さんはその加山雄三系の歌で、はい、中さんはもうド変化ですよ。ああで一番まあでも90年代にこう行くと高田勲ですね。高田さん、あの先発ローテーションにも入ってた高田君がですね、はい、まあ、後に阪神のコーチにもなるんですけど、はい、あの阪神のコーチ時代かどうか分かんないですけど、あいつ歌出しましたよ。ああ結局本格的な歌を出しましたよ。自分であの見せてもらったのはちゃんとジャケットがあって、今度は勲でちゃんと違う、はい、自分で歌は作ってないでしょうけど、やっぱり好きだったんでしょうね。すごい好きだったね。うん、だからまああと川口さんとかもうまかったな。うん、でやっぱり替え歌が好きでさ、替え歌、もうね、いろいろと替え歌をしてね、はい、ここじゃ言えないような替え歌をしながらですね、みんなを笑わしてたっていうね、まあそういうのが好きでしたね。だから僕なんかも歌はあんまり歌わないんですけど、替え歌だったらどんどんやりますけど、うん、まあここでね聞かせられないのがもう本当に申し訳ないぐらいですけどね。それは皆さんで、ね、なんかこうカラオケが歌えるようなところというか、まあ、そうですね、カラオケとかボックスじゃないですけど、昔はもうお客さんがいてもほら、うんうんうん、お客さんがもう帰った後とかに貸し切りになったりすると、うんうん、そういうところでこうみんなで歌って、で点数が出るところに行って、はい、ありますね、あの点数が低かった人がじゃあお勘定払えたとか、あそういうのをやったりもしたこともありましたけどね、うん、ちょっと選手の方々の名前をいくつか挙げたくて、うん、得意の持ち歌をもし覚えていればお答えいただきたいんですけど、はい、まあ先発陣斉藤正樹さんは何か持ってた。斉藤はなんだっけ、1993ってやつでね、恋をしたとか、あとプレゼント、うん、あなたが私にくれたものっていうのを斉藤が可愛く歌うのよ、うん、あいつ多分ね、あれ大好きアカペラで歌えますよ、うん、あの歌詞見なくて歌えると思う。あれ結構多いんですよね、キリンが逆立ちしたピアスとか、そう、うん、もうでね結局ねもう盛り上がってこないと勝手に入れられるんで、うん、だから僕なんかはサザンオールスターズが好きだったんで、はいはいはい、そういうの入れられるんですよ、うん、でもまあ飽きてくるわけですよ、同じ歌ばっか歌うんで嫌だなと思って。だ宮本なんかはチューブ、はい、チューブが好きだったね。あチューブ、なんかボイ、うんうん、あれも大好きよ、うん、だそれ宮本は入れられてないのに自分で入れてたからそれで自分で最初にバーって入れて歌っちゃうっていうタイプだよね。高田さんはもともとはどんな、伊沢はだから普通に歌何を歌わしてもうまいんですけど、うん、そういう人っていうのはそんなやたらめったら刀を抜かないです、うん、ね、どやっていう顔をしないですよ、うん、ほんまもんはね、うん、そしたら中畑さん怒られるな、
中瀬さんは結構カラオケ好きでもうすっごい歌いますもんね。槙原さんのお箱は何なんですか？僕はサザンとかですかね、はい、うん、でも古すぎて、うん、だから響かないわけですよ。他の人たちも全然知らないしじゃあこう流行のサザンの中でも最近のっていうよりも、うん、もうずっと歌ってきている。そうそう、結局ちゃんと歌えるのは昔、そこで時代が止まっちゃってるんで僕もでカラオケあんまりこう、はい、僕好きじゃないんですよ、どっちかっていうと。うん、歌えよって言われると結構苦痛な方なんで、うん、いやもう歌わなくていい、とにかく喋ってるから、うん、飲んでさ場を盛り上げる自信があるからすぐ勘弁してくれっていうようなタイプですね。替え歌だったら、替え歌だったらもう言っちゃいますね、うん、はい、